どうも、ヌヌです。ソフィーのアトリエ、不思議な本の錬金術師、続きを遊んでいきたいと思います。マルグリットさんいなかったですね。そしたらちょっと素材を取りにというか。次はどこに行くの？採取採取。採取っと。何が取れるかな？一言に紙って言って。気をつけろ。とんでもないのが潜んでいそうだ。そう、そのとんでもないのをもう一回。激しいの行くわよ。これで安心だよ。恨まないでくださいね。守ってみせる。よくありませんね。これで安心よ。これでいっけー。任せといて。道具を使用します。はっ。行くわよ。当たれ。すぐに効果がありますよ。よーし、張り切っていくよ。渾身の一撃受けてくれ。行くわよ。すぐに効果がありますよ。よし、思いを力に変えるのよ。
そんなに今回いいもの出なかったですね。一回外出ないと開かないか。私がお相手しましょう。攻撃します。そこ続けます。隙あり。任せなさい。せい。チャンスよ。行きます。行くわよ。物足りないわね。次行きましょう。間違えた。行き先はどこなんだい？一回行ってみますかね。アウト。お楽しみはこれからよ。攻撃します。そこ追撃します。隙あり。任せなさい。物足りないわね。次行きましょう。いいものはいい素材から作られる。仕立ても錬金術も同じことよ。あれ、いないよ。日が落ち。これでこの状態でこれ使えばいいのかな。これを使おう。いらっしゃい。どの依頼？いらっしゃい。どの上？それ。
のくらい休もうかな。マルグリットさん、店にいない。作ろう。材料はどれにしよう。これでどの釜を使おうかな。よし、始めるよ。あ、これいい感じ。この素材もこことかどうかな。うん、いいね。あ、これいい感じ。これでうん、パパッとできた。どの特性を引き継ごうか。これでよし、完成だね。マルグリットさん、こんにちは。買い物に来ました。ああ、ソフィー、せっかく来てくれて悪いんだけど、今日はあんまり品物がなくてね。言われてみれば、何かあったんですか？最近あまり作物が取れないらしいんだ。お金で少ししか仕入れられやしない。そうだったんですか。大変ですね。ソフィーは気にしなくていいんだよ。さあ、品揃いは少ないけど見ていっておくれ。結局あんまりお野菜買えなかったね。そうですね。町の近くに魔物が出たり、作物が取れなかったり、なんか最近変な感じだよね。おそらくですが、それらの異変はルアードによるものだと思います。え？どういうこと？ルアードが根絶の錬金術の研究を再開したのでしょう。その結果生じたのが昨今の異変です。根絶の錬金術？それって普通の錬金術とは違うの？はい、以前説明したように、私やソフィーの錬金術は素材の願いを聞き、それを叶える手伝いをする錬金術。一方、根絶の錬金術は素材の願いに関係なく力を加え、物を変成させる錬金術なのです。素材の願いに関係なく物を作る。ってことは、要するに何でも作れるってことでしょ？それってむしろいいことなんじゃないの？だってすごく便利そうだよ。便利なことには間違いありません。しかし、便利であるがゆえ、相応の代償が必要になります。代償？はい。素材の願いを無視する根絶の錬金術は、通常の錬金術よりもはるかにコストがかかるのです。ここで言うコストとは、自然の力のこと。自然の力は本来使っても緩やかに回復していきます。しかし根絶の錬金術は、その回復力を大幅に上回るほどの速度で自然の力を浪費します。その結果、少しずつ自然を蝕んでいき、いつか自然の力が枯渇しても不思議ではありません。そうなれば何が起きるかは想像もできません。あの大地の傷跡も根絶の錬金術の影響でうがたれたものなのですから。大地の傷跡が？そうだったんだ。はい、
昨今の異変も少しずつ自然の力が浪費されていることの影響によるものでしょう。やはりこのままルアードに根絶の錬金術を続けさせるわけにはいきません。慎重に使えば、あるいはうまくできるかもしれませんが、ルアードはそのような使い方はしないでしょう。そのためにも一刻も早くルアードの行き先を突き止めねばなりません。そうだね、プラフタの記憶のためにももっと錬金術頑張るからね。はい、よろしくお願いします。じっくり錬金術の勉強をしよう。よし、何を作ろうかな。というのはレベルを上げればいいのかな。どの材料を使おう。いいかな。それじゃあ始めよう。何かいいこと起こりそう。よし、いい流れだよ。うんうん、好調好調。うん、いい感じ。流れだよ。こんな感じで大丈夫？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 これで平
性聞かな。うん、パパッとできた。どの特性を引き継ごう。これでよし、完成だね。フリューゲル。どうしたの？なんだか機嫌悪そうだけど。なんでしょうか。やっぱり機嫌悪そうだね。あ、すみません、態度に出てしまいましたか。どうしたの？プラフタが機嫌悪いなんて珍しいじゃない。ルワードが飛び立った先、それが調べてもどうしてもわからないのです。ソフィーも錬金術を頑張ってくれているのに、一向に記憶を取り戻せないのが歯がゆくて。ねえプラフタ、ルアードってなんで根絶の錬金術を使うの？ルアードは根絶の錬金術に見せられてしまったのです。昔はルアードもとある目的のもと、ごくごく普通に錬金術を研究していました。ですがある時、根絶の錬金術を発見し、その大きな力に可能性を見出した彼は本来の目的を忘れてしまった。今のルアードはおそらく根絶の錬金術を研究することしか頭にないのでしょう。そうなんだ。確かに根絶の錬金術は優れた力を持っています。実際必要なコストの問題さえ解決できれば、理想の錬金術といっても過言ではないでしょう。ですがそのコストが大きすぎる。しかしルワードはそこに目をつぶっている。将来起きる危険性を度外視し、ただひたすら根絶の錬金術を続けるルワードを放ってはおけません。私はルワードをどんな手を使ってでも止めなくてはならないのですよ。前から思ってたけど、プラフタってルワードの話をするとき辛そうな顔をしてるんだよね。なんでなんだろう。何を作ろう。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。これでどの釜を使おうかな。よし、こことかどうかな。うん、いいじゃない。うん、いいじゃない。うん、いいじゃない。これ、うん、パパッとできた。どの特性を引き継ごうか。
これでよし、完成だね。材料はどれにしよう。これでどの釜をつ…よし、この素材はここでいい。そうなるんだ。悪くないかも、悪くないかも。うん、いいじゃない。あ、これいい感じ。これじゃ一気に仕上げできた。どの特性を引き継ごう。これでよし、デッキレベルアップ。なんか作るにしても、どの材料を使おう。どの材料を使おう。どの材料を使おう。何かいいものないかな。まあ今回はここで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。